初代中村つぼみ玉9月12日隊は、歌舞伎役者、立ち役、小山。全名の梅丸時代は丸ちゃん、丸、ま、る,るの愛称で親しまれた。両親共に出版社で、編集関係の仕事に就く、一般家庭で生まれ育つ。母親が歌舞伎好きであったために、テレビの歌舞伎放送をよく見ており、初めて歌舞伎座の舞台観劇に連れて行かれたのは2歳の時。 小学1年生の頃、東踊りを感劇に行った際、劇場のロビーで大好きな、切られ、ヨサブローの真似をしていたところを、日本舞踊家の花柳福ふに声をかけられ、稽古に通うようになった。師匠の下流の手引きで7歳の時に、中村梅緑を紹介され、見習いとして楽屋に通うようになる。2005年1月、国立劇場。 コヒー機関人長の戸賀樫の故障で本名の森正、拓馬の名で、初舞台。翌2006年4月に4代目、中村梅玉の部屋後となり、歌舞伎座、六世、中村歌右衛門5年祭4月を歌舞伎、靴で鳥り子落月の故障神谷慎吾、関橋内場の里の小竹吉地で、中村梅丸を名乗る。この公演では、合わせて5代目、 中村玉太郎が里の芝居末で初舞台を踏んでいる。2017年、名題的認証を取得。2019年8月に師匠の梅玉と共に記者懇親会を行い、同年11月の歌舞伎座、吉礼家お店を歌舞伎で初代中村つぼみ玉を名乗り、同時に梅玉に養子入りすることが発表された。つぼみ玉の名前は、梅玉の養父である六代目。 中村歌右衛門が若い頃に行っていた公園、つぼみ会から取った。つぼみには、まだ開かない花の目、善と有望だが、まだ一人前になる前の若者という意味がある。この字に梅玉の玉を加えた。梅玉が、つぼみ玉を養子に迎え入れた件につき、戸籍について明記しているオフィシャルな記事が、東京新聞以外に見当たらなかったため、以下に一部抜粋引用する。梅玉は、 15年前、7歳の時に尋ねてきた。1年もすれば飽きてしまうのではないかと思っていたと、振り返り、今では、部屋好みでは使ってもらえない役ももらい、可愛がってもらっていると話す。まだ半人前で、スタートラインに着いたばかり。私ともども精進していきたいとした。席は、入れないものの、梅丸を養子として迎えるという。東京新聞2019年9月6日。 召喚、14ページ、文化後楽面、中村梅丸が、つぼみ玉に11月の歌舞伎座公演で、披露より、同年11月歌舞伎座、吉礼家お店を歌舞伎にて、木一方言三略巻、菊畑の奴虎像実は、源義経を演じ解明披露。ありがとうございます。